幸せに感じていたんだ。時の彼方に見えたあの星たちに迷い悩んで伸ばした手は遠く霞むけど、この大地君たち歩む道の先たどり着くその場所であなたは輝く。どうもこんにちは、埼玉でシンガーソングライターします、トモキと申します。よろしくお願いします。今日はですね、まあ、ちょっとミックスボイス練習されてる方に向けて、まあ、ちょっと私もまあ、こうやってね歌ってミックスボイス偉そうに解説してますけど、こいつは一体どう何者なんだというのをちょっと包み隠さずねお話しするっていうことと、まあちょっとこういったあの、まあ、今日の冒頭もオリジナル曲をねちょっとやらせていただいてるんですけど、まあ、作曲についてもねちょっとお話ししようと思ってます。まあ、あのミックスボイス練習してるので、まあ、当然歌とあの歌えるようになりたいと、まあ、その気持ちはもう重々そうしておりますので、まあ、基本的にはその歌のための必要な練習ポイントを解説しますが、まあ、歌えるようになった後その自分の曲を作ってその曲を自分で磨いた歌唱力で歌うと、その辺はぜひね、まあ、あの皆さんぜひね、私もこの辺はもう強くお勧めしたいと思っておりますので、この辺もね最後ちょっとお話ししようと思ってますので、まあ、あの今日のあれコツじゃねえのかよと思うかもしれませんが、まあミックスボイスには一応練習のね目標というか、こんなことしたいっていうことのがイメージのねこうもやもわもわとしたこう目標があるとあの続きやすいと思いますので、ぜひねあのじゃあ、まあ、手短にいこうと思いますので、あの最後までお付き合いいただければと思います。でですね、私あの結構最初にあのミックスボイス、まあごめんなさい、まあ、シンガーソングライターと名乗らせていただいておりますが、まあ、例えば、先生、ボーカルの先生とかあのコーチとか、まあ、そういうような、まあ、あの肩書きで名乗っていないんですよ。で一応、まあ、実績歴としては、まあまあ、音楽、歌、ギター、あと作曲の、講師の仕事も、まあ、10年はやってないですね、まだ10年弱ぐらいやらせていただいてるんですけど、まだ一応自分でもまだ頑張ってプレイヤーでやっているつもりです。あの曲作って歌って、なのであの、まあ、あくまでね視点はもう同じプレイヤーからシンガーソングライターとして、皆さんあのこれからね練習される方とかミックスボイス練習これから頑張りたいって方とか、ちょっとうまく今練習が進んでないっていううまくいかないんだよって方に向けて、なんかアドバイスというか、あの、まあ、アドバイスちょっとおこがましいですね、自分でやってきて私も同じようなこう壁と悩みにぶつかってきて、なんかこう自分なりに工夫して練習してうまくいったこととか、あとやっぱり後からいろいろ、まあ、最近はよく本読んだりしております。あの皆さんにね、あの なんだろう、自分で読んでみて分かったんですけど、多分練習していって本を見てインターネットとかで調べて、あなるほどって分かることってなかなかないと思うんですよ。あの結構当たり前 の, その呼吸の話とか、なんだろう、発声練習の話とか書いてあるんですけど、じゃあそれをやったからといってそのすぐなんだろう上手くなるかっていうと、そういうわけでもなくって、やっぱりそのミックスボイスに必要なその裏声、地声感、響きっていうこの辺を、まあ、しっかりバランスよく発声に取り入れるっていうのは、あのなんだろう、本とかでもなかなかいっぱい書いてない詳しく書いてないのも結構あって、だその辺を自分で取捨選択しながらこう自分なりにこう経験値と本の情報を照らし合わせて、あこの話はいいってことで、あのこのね動画でご紹介してますと。なのでまあ一応私も自分で練習してきて、あまあもう5、6、7年ぐらい練習してきて、ミックスボイスの練習してきて、まあ自分なりにこうある程度はね、まあ、発声の感覚もつかんだつもりです。なのでそういった経験値とあと本から得られた情報を、まあ、体系的にまとめて皆さんにちょっとお伝えしているという感じで動画の方をお伝えしております。まあ、でも一応、うん、そうですね、まあ、あの肩書きは先生ではないっていうのは、先生という肩書きがあまり好きじゃないからっていうことで、まあ、シンガーソングライターの同じプレイヤーとして動画の方をお届けしておりますと。で、まあ、その動画の趣旨は、まあ、一応ミックスボイスの練習の、ね、まあ、コツポイント、こんなお悩みに対してはこういう練習がいいよっていう話はしていますが、まあ、一方でその歌の練習の先に、まあ、自分で作った曲、その自分のオリジナル曲を、自分の磨いた歌でこう表現していくと、この辺もぜひやっていきたいなと思ってて、で、まあ、いつも、ね、冒頭でちょっとこうなんか別に歌っても歌わなくてもどっちもいいじゃないかみたいな感じがあるんですけど、オリジナル曲歌ったりしていますと。でそれはあの、まあ、できれば自分 の, その出せる音域、ミックスボイスで磨いたここの音域まで伸びたんだ、ここが得意なんだってとこまでをしっかり使ったオリジナル曲なので、まあ、あの当然ね課題曲でもそういったものあると思うんですけど、自分の言葉で自分の気持ちを表現したメロディーで歌を歌うっていうのは結構、まあ、かなりあの歌うたりとしてもかなり感動的な経験ですので、まあ、そういったものはぜひ皆さんにもね、あのまずは歌の技術でレベルアップはやっていただきというか、あのそういったお役立ち情報を出しつつ
作る曲を作ることに対してもちょっと私の方からはあの情報のをね発信していこうと思いますが、まあ、とはいえねまずは歌の練習歌の技術そのポイントなので、あのもう一応動画の何回かでもお話してるんですけど、皆さん歌歌ってて、まあ、こう専門的な知識ないと難しいと思うんですけど、作詞歌の言葉なこういったフレーズ作詞だったら結構思い浮かぶ方って多いと思うんですよ。まあ、私も結構昔そうでした。あの歌を作りたい曲を作りたいって思ったんですけど、まあ、なんか楽器もまだ全然やってない頃でギターとかも全然持ってない頃で、その時に何をやったかっていうとやっぱ作詞から始めました。で自分の、思ってることとかこんな曲があったらいいなことはそのなんだこの歌を始めたその時の気持ち、なんで歌始めたんだろうとか、なんで私はこんなに満たされない気持ちなんだとかの、まあ、日記みたいな感じもいいですけど、こうやってこうやっぱり自分の気持ちをこう書き連ねるあのことができると思うんですよ。あの私も結構自分でなんかうまくいかないこととかってあったらこう自分日記なんて書いてこう一つで自分であの書き殴ることもあったんですけど、それがそのまま歌詞になったりします。まああんまりね人に見られたくないよって人は、まあ、あのそこは無理にオープンにする必要はないんですけど、ただそのフレーズも書き殴った自分日記がその、まあ、自分の心の表現となって、まあ、歌になる場合もあるので、まあ、そういった、まあ、詩自分であの持ってる歌詞があればぜひあの私の方に送っていただけると思ってます。あの、まあ、送ってってのはその、まあ、コメントだとちょっと恥ずかしいと思うんで、あのちょっと個別のね問い合わせのメールアドレスもありますので、まあ、こんな歌詞作ってるんですけど、まあ、こんな明るい暗い雰囲気でこんなテンポでこんな雰囲気イメージ世界観でとかってのがあればちょっと書き添えてもらって、であの送っていただければ、まあ、私がね勝手にあのもう自分の解釈であの出来栄えはあまり保証できませんが、まあ、あのちょっとね曲をつけてみたいなと思ってます。であの、まあ、希望があればご希望許可を、ね、いただければこの動画でちょっと冒頭で歌うあのところにちょっと歌わせていただこうかと思ってますし、まあ、もちろんあの差し上げることもできます。歌こんなメロディーとかコード進行で作りましたよということで、あのいただいた歌詞をメロディーとコードつけてあのお送りしようかと思ってますので、まあ、この動画を、ね、見てる方限定でもサービスでお付けさせていただこうと思うので、まずはオリジナルはね曲となるその感動をあのぜひ味わっていただいたらなと思ってて、でさらにその自分のオリジナル曲を、まあ、課題曲でね自分でミックスボイスの課題曲としてやっていただければもうかなりもう20、30、40はないか30くらい自分の歌の練習にもなるし気持ちの表現にもなるし、まあ、あのオリジナルということで、まあね、形に残るね、まああのまあ、メモリアルですかあの、まあ、自分の作品が形に残るっていうのは、まあ、本当にそれだけで、ね、価値のあることなので、まあ、もうやっぱり歌の練習歌うことの意味の半分以上を占めるのがやっぱり自分の気持ちを表現するそれを形に残すということだと思ってますので、まあ、シンガーソングライターとね名乗っているからにはそういったところもあのちょっとお届けしたいなと思ってますので、まあ、一応ねこの動画でお伝えしたいのは、まあ、一応私が、まあ、あの先生ではなくシンガーソングライターと名乗っている理由は、まあ、自分がまだねプレイヤーで作ってますということと、あとやっぱり皆さんにも歌の技術をお伝えしつつその鍛え上げた歌を自分の作った歌で表現するってところまでちょっとぜひねあのたどり着いてほしいなと思ってますので、まあ、ちょっと曲をね、作詞作ったものがあれば送っていただければメロディーとコードをつけますっていうことをお伝えしたくてこの動画を撮っておりますということでね、まあ、今日はあのごめんなさい具体的な練習のコツはあのないんですけど、あのミックスボイスをね練習されている方に向けて、まあ、今後もねあの、まあ、ちょっと、まあ、あんまり難しくなりすぎてもあれですし、ちょっとまああの皆さんのねなんか多いお悩みの声をちょっとなるべく自分の経験値とあと本情報をしっかりあの体系的にまとめて、まあ、あの分かりやすくあのお届けできればと思ってます。まあね、歌ギター弾き語りあとオリジナル系のね興味のある方はまずチャンネル登録とあといいねボタンもねいただけ、たまにねバットだけ押してくる人もいるんですけどバットもね押しちゃダメってことないですけど、まあまあできればねいいねボタン押してくれるとまたあの励みになりますので、ぜひねチャンネル登録してもらって最新の情報をゲットしてもらえればと思います。またね次回以降ねあの練習方法とか練習のコツお届けしますのでお楽しみに待っていただければと思います。ではまた次の動画で。